ダンフォースと私には彫刻のある大きな半球に飛び込み、糸をたどり戻しながら使徒のキュクロプス式の部屋や通路を抜けた覚えがある。だがそれは意志が働いた記憶も身体活動もなく細部も伴わぬ純粋な夢の断片に過ぎない。まるで星雲界か時間も因果律も方角もない次元を漂っていたかのような、広大な円形空間に差す灰色の薄日のおかげで我々は幾分冷静になった。が、ソリの置き場に近寄ることも哀れなゲドニーと犬をもう一度見ることもしなかった。彼らには異国の巨大な霊廟があるのであり、私はこの惑星が終わる日まで彼らが安らかに眠り続けることを願っている。雄大な螺旋状の破裂路を苦労しながら登っていくとき、高地の薄い空気の下を駆け抜けてきた我々は初めてひどい疲労感と息苦しさを覚えた。しかし、肺が虚脱する恐怖すら太陽と空の下の正常な外世界に至るまでは我々の足を押しとどめなかった。うずもれた時代から立ち去るにあたって、ここにはなんとなくふさわしいものがあった。ぐるぐると回りながら18メートルの古代の石像円筒を喘ぎ喘ぎ登る間、我々は脇の方に英雄的な彫刻の行列が絶え間なく続くのを別見していたからだ。それらは死滅した種族初期の堕落を知らない技量で彫られていた。5000万年前に描かれた古き者どもからの別れの挨拶。ついに頂上部に這い上がった我々は石材がうず高く積み上がった小山の上にいた。西には一層高い石組が湾曲した壁をなし、東に向かっては立たなずく大山脈の峰々が一層ががたる山容を広げていた。南の地平線低く真夜中の南極の太陽が巨視状に崩れた廃墟の割れ目を通して赤い光を覗かせて、極地の風景として比較的よく知られまた見慣れた特徴に対しコントラストをなし、死滅した都市が越した恐怖の都市月をより光亮として見せた。頭上の空には薄い氷霧が乳白色に攪拌され、寒気が我々を体の芯までひっつかんだ。死に物狂いの闘争の中でも本能的に手放さなかった装備袋をよろよろと下して熱い防寒着のボタンを再びかけると、ふらふらと小山を下り永劫の時代を秘めた石の迷宮を通り抜けて麓の丘に向かった。そこには飛行機が待っている。自分らを暗い地中の神秘と古の深淵から追い立てたものが何だったか。我々は一言も話さなかった。15分もかからずに、麓の丘へ降りる急勾配を見つけ出した。太古のテラスだろう。そこを下ると、前方の上り坂の中央にまばらな遺跡に囲まれて我々の大型機が巨大な機影を黒、と落としていた。ゴールに向けて丘を登る途中でひとしきり息をつき、振り返って眼下に幻想的に広がる信じがたい石の姿の群れをまた見下ろした。再び未知なる西方を相手した神秘的なアウトラインを、そうしている間に、あちらの空から朝霞が薄れていき、せわしなく動く氷霧が天頂へと移動していった。そこではそれらのあざけるような輪郭が、これまでのはばかりを振り捨てて、明白な、決定的な姿を結びつつあった。今、奇怪な都市の先にある究極の白い地平線に、暗く繊細な紫の線が小戦闘の群れのように立つのが見え、差し招くバラ色の西空を背景にして針状の光泡が夢のように貯立していた。かすかに揺らめくこの円に向かって古代の大地が迫り上がり、かつて川だったものの凹んだ影が不規則なリボンのようにその大地を横切っていた。瞬間、我々はこの世ならぬ宇宙的美形にすっかり心奪われてしまったが、やがて心に漠然たる恐怖が這い寄ってきた。このあちらの紫の線こそ禁断の地の恐怖の山脈に他ならないからだ。この地球の最高峰にして邪悪の核。名状しがたい恐怖と死生代の謎が燃やうち、意味また崇拝した者どもすらその意味を描くのを恐れたち、地上の生き物にとっては未踏であり不吉な稲妻のみが訪れ極地の夜を切り裂く開口を平原へと送る地。原初の伝説がいやいやほのめかすところの厭うべき連のあちらにある恐怖の地。凍れる荒野。カダッスの知られざる元型であることは疑いを入れない。我々はそれを目にした最初の人類であり。神よ。我々をして最後のものとなしたまえ。かの人類以前の都市にあった彫刻の地図と絵画が正確なところを伝えているならば、
これらの謎めいた紫の山脈との距離は 500km をさほど下らないはずなのだ。それでもなお、その暗く繊細な実在は遥かな雪の地平線の上に鋭く立ち上がっていた。おぞましいどこかよその惑星の巨視状の変幻が見知らぬ天空へと喫立線としているかのように。となると、それらの標高は比類のないほど恐れるべきもののはずだ。その高みたるや、あまりに希薄な大気の層のため生息し得るものといえばガス状の亡霊のみ。勇猛果敢な飛行家たちが説明不能な墜落の後で惜しくも生き残ることがあれば囁いてきた種のもののみである。揺らめく高みを見やりながら、私は、かつてそこに至る呪われた斜面からその神の大河によって洗い落とされ都市へと運ばれたあるものについて、いくつかの彫刻がほのめかしていたことをピリピリしながら考えていた。また、それらについて核も遠慮がちに掘った古き者どもの心底に流れていた恐れがどれほど道理にかない。どれほど無意味だったのかと。私はかの山脈の北端がいかにクイーンメアリランドの海岸付近まで迫っているはずかを思い起こした。まさに今、ダグラス・スモーソン卿の調査隊が活動している地点からわずかに 1600km と離れていない。邪悪な運命がダグラス卿と、かの隊員に降りかかり、盾となってくれている沿岸山地のその向こうにそびえるものを隙見してしまうようなことがなければよいのだが、こんな考えを抱いたことからその時私がどれほど疲れ切っていたかお分かりいただけるだろう。そしてダンフォースの状態は輪をかけて悪そうだった。だが、さほど時を置かず我々は広大な五芒星型の遺跡を通り抜け飛行機にたどり着き、恐怖の対象はより小さいもののそれでもなお十分に大きなものに移った。我々の前に立ち塞がる大山地の横断飛行である。この丘の東側には遺跡に覆われた漆黒の斜面がおぞましくも急峻に立ち上がり、またしてもニコライ・レーリッヒ描く異様なアジアの絵画を思わせた。その内部の忌まわしい蜂の巣構造と、もぞもぞと悪臭を振りまきながら穴だらけの最高峰までも這い上っているかもしれない無形の恐怖の存在のことを考えると、空に向かって思わせぶりに開いた洞窟口やそこを吹く風が起こす幅広い音調にわたる邪悪なる音楽的笛音の脇を再び飛行せねばならぬというだけでパニックに陥るところだった。なお悪いことに、我々はもやがいくつかの峰を巡っているのをはっきり見ていた。哀れなレイクが初めこれを噴煙だと見誤った際も同じだったに違いない。そして我々がたった今逃れてきた場所にあった類縁のもやのことを身震いしながら考えた。またそれらのもやの大元である冒涜的な恐怖が救う深淵のことを。機体の状態は上々で、我々はかじかんだ手で分厚い飛行服を羽織った。ダンフォースが支障なく発動機を始動。機は極めて滑らかに離陸して悪夢の都市を後にした。眼下には原初のキュクロプス式石像建築が広がり。それは我々が初めて見た時と同じだった。ほんのさっきだが、同時に限りなく昔に思える。そして上昇を開始し、旋回しながら風向きの良い高度を捉えてアイロを通過しようとした。高高度での飛行は困難そうだった。アイスダストからなる雲が天頂部であらゆる種類の幻想的な行為を成しているからだ。だが横断に必要な高度7200mではうまく進路を維持できることが分かった。ギザギザした峰々に接近するにつれ笛を思わせる奇妙な風音がはっきり再現し、私は操縦を握るダンフォースの両手が震えているのを見た。私は全くの素人ながら、今この瞬間においてはダンフォースより自分の方がまだ峰と峰との間を縫う危険な飛行に向いていると考えた。身振りで席を交換して操縦を渡すよう促しても、彼は逆らわなかった。私は自らの技術と国旗心の全てを保ち続けようと試み、アイロなす壁の間に切り取られた赤い空を睨んだ。山頂から吹き出す蒸気には決して気を取られまいと固く心に誓い、セイレーンの岸辺を離れようとするオデュッセウスの船員のような耳栓が欲しい。そうすれば笛のような風音に意識をそらされることがなくて済んだのにと思った。だが操縦から解放されたダンフォースは危険なまでに神経を痛め、静かにしていられなくなった。彼がキョロキョロ振り向いて身もだえするのが感じ取れた。振り返っては遠ざかっていく恐怖の都市を見、
向き直っては立方体がしがみつく洞窟だらけの峰々を見、横を向いては砲類が撒き散らされた木の芽いるような雪の丘を見、振り仰いでは機械にざわめく曇り空を見ていた。なんとか狭間を切り抜けようと懸命に操縦を握りしめていたその時だ。彼の狂気の叫び声によって自制心がほころび、どうしようもなくぎこちない操作をしてしまい破滅の瀬戸際に追い込まれたのは、次の瞬間、私の決意が勝利を収め飛行機は安全にアイロを抜け出した。けれどもダンフォースは二度と元に戻れないのではないか。前述の通り、あれほど基地がいじみた叫びを上げたのはどんな最後の恐怖のせいなのか、ダンフォースは話してくれない。その恐怖が彼が現在罹患しているノイローゼの原因になっているのは悲しいかな間違いないと思うのだが、3階の安全側に到達しキャンプへのなる効果に移った時、吹きすさぶ風音と発動機の轟音の中で我々は怒鳴り合って何とか会話を交わしたが、その内容はというと、かの悪夢の都市を立ち去るにあたって二人で決めた秘密厳守の約束を再確認することにほぼ終始した。いくつかの事項は公衆に知らせるべきでも軽々に議論すべきでもないという点で我々は一致しており、スタークウェザー、ムーア調査隊その他の計画を何としてでも撤回させなければならないという事情がなければ、ここでそれらを語ることはなかっただろう。人類の平和と安寧のためには、地球の暗く死滅した片隅と底知れぬ深淵の一部をそっとしておかねばならぬ。眠りについている怪物どもを再び生へと目覚めさせたくないのであれば、また、冒涜的な悪夢の生存者を暗黒のねぐらからのたくり出させ、新たに一層広範囲な占領地を与えたくないのであれば、これまでにダンフォースが漏らしてきたのは、その最後の恐怖は一つの蜃気楼なのだということだけだった。彼が断言するには、それは我々が横断してきた蜂の巣状の虫食いだらけの京エル山脈にあった立方体にも、蒸気を吹き上げ小玉を返す洞穴にも関係がなく、泡立つ天頂の雲の中にちらりと見えた一つの幻想的で悪魔的な姿。それは古き者どもが忌み恐れたかの西方の紫の山脈の背後に横たわる者の姿だった。我々がくぐり抜けてきた緊張のせいで生まれた純然たる幻覚だったというのが関の山であろうし、あるいは先日レイクのキャンプ付近で経験したような山向こうの人の、現実的なしかしそれとわからぬ蜃気楼だったのかもしれない。だが、それはダンフォースにとってはあまりにリアルだったのであり、今もなお彼を悩ましているのだ。稀ではあるが彼はこんな尻滅裂かついい加減なことを口走ってきた。いわく、黒い穴蔵、洞窟の変幻、原初ゴッス、窓のない五次元立方体、無名の円筒、いにしえのファロス灯台、ヨグ、外方と、原初の白いゼリー、空間からの色、翼、闇の中の目、月の回帰座端、原型たる、永遠なる、不死の、といった奇怪な観念だ。だが、彼が完全に我に返っている時はこういった囁きをすべて否認し、何年も前に読んだ奇抜で不気味な書物の影響だとしている。確かにダンフォースは大学図書館に施錠の上保管されている虫食いだらけのネクロノミコンをあえて全編読破したわずかな人物の一人として知られている。山脈を横断する際、航空は十分試み出す蒸気に満ちていた。私自身は天頂を見上げなかったものの、渦巻くアイスダストが異様な形態を示したとしても不思議ではないと思っている。かように上乱する雲の層が遠くの風景を時としていかに鮮やかに反射し、屈折し、拡大するかを知っていれば、残りは想像力が補完してくれるだろう。そして、無論、ダンフォースがこれらの特定の恐怖についてほのめかし始めたのは彼が昔の読書経験に思い至った後のことである。ほんの一瞬でそんなに多くを見て取れたはずがないのだ。その時彼が叫んだ言葉は、あまりに明白な源から発した。単純かつ基地がいじみた単語の繰り返しに終始していた。テケリリ、テケリリ。